しぐれ、しぐれ、しらつゆ型駆逐艦。しぐれは、日本海軍の駆逐艦。一等駆逐艦しらつゆ型の2番艦である。この名を持つ日本海軍の艦船としては、神風型駆逐艦、初代、しぐれ。に続いて2隻目。呉の雪風、佐世保のしぐれ、と並び称された武勲艦でもあった。しらつゆ型駆逐艦2番艦、しぐれは第27駆逐隊に所属して太平洋戦争の最前線で活動した。両艦が次々に撃沈される中で幾度も生還したため、モリソンの太平洋海戦史の中で、幸運艦、不滅艦、しぐれ、と表現している。戦争後半には、絶対に沈まない、という神話を持つに至った、歴戦艦だったが、1945年、昭和20年、1月24日、輸送船護衛中にマレー半島近海でアメリカ軍潜水艦に撃沈された。性能所有。